お前すっげえ生きづらそうだよな。もっと肩の力抜けば、案外お前が思ってるより世界はそんな悪いもんじゃねえぞ。それでもダメならしょうがねえから、俺が生きるのを手伝ってやる。お前たくさん知ってんだな。これがプリクラってやつ。俺とお前見てみろよ、目でっか。へえ、お前ボーリングうまいんだ。俺はいいんだよ別に。タピオカ、クレープ。ああ、わかったわかった、なんでもいいよ。で、最後はどこに行く？学校の屋上？なんだ、全部バレてたんだ。昔の新聞記事で見た。やっぱお前いろいろ知ってんだね。じゃあなんで知っててこの場所を選んだの？それとも何、俺に殺されてくれんの？呪いの連鎖の断ち切り方も全部知ってんだ。連れてくるつもりなかったのにな。なんでもねえ。で、そんな死にたいわけ？じゃあお望み通りなんて言うわけねえじゃん、バカ。楽しかったよ、お前となら友達になれそうって思った。だからお前が身代わりになる必要なんかない。俺は大丈夫だよ、変わらずずっとここにいるだけ。だからお前も忘れていいよ。